23時の佐賀版アニメは佐賀県の制作による短編ウェーブアニメ情報発信プロジェクト佐賀プライズの一環として制作され佐賀県の食の魅力を伝える作品となっている1話約15秒で2021年2月15日から24日まで毎日23時に公式ツイッターにて公開された 最終話が配信された2月24日には10作品を1本にまとめた完全版及び宮野守るましま支編が公開された。コロナ禍による観光客の減少で打撃を受けている生産者や飲食店の支援として始まったプロジェクト。ツイッターで飯テロのアニメを公開することで食材の取り寄せの需要増加を狙っており、特設サイトでは取り寄せ。 サイトへのリンクが貼られている。アニメーション制作は、スタジオ界、監督は、藤本悟作画は、伊藤育子が務める。食事シーンは登場せず、食材のみが描かれており、イメージシーンを利用せずに忠実に描くことで、食材本来の美味しさを表現している。監督の藤本のインタビューによると、美術のスタッフが背景ではない物体を描いたり、湯気を撮影ではなく、 作画で表現したりするなど、役職ごとの住み分けが少なく、一体となって制作されている。クレジットでは、佐賀の飯を主演キャストとして発表しているほか、宮野守が主演声優を担当。宮野は佐賀県を舞台としたアニメ、ゾンビランド佐賀にも出演しており、佐賀県には縁があるとコメントしている。ありがとうございます。